どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、これちょっとね毎月やっていこうかなと思ってるんですけども、QR コード決済ありますよね。2020年ね1月になりましたので、まあ1月でねおすすめの QR コード決済ねまとめていきたいと思います。それではね始めていきたいと思うんですけども、まず初めにですね、メルペイは、スマート払いっていう設定、まあ、D 払いは、エントリー、楽天ペイもねエントリーが、必要になってきますので、これからね、まあ、説明していくわけですけども、もしねこちら利用する場合は、エントリー、まあ、メルペイの場合はスマート払いっていう設定になるんですけども、まあ、そちらだけね確実にやってから、参戦するようにしてくださいね。あの要はこれエントリーしないと、結局この還元率受けられないんで、あのせっかくやったのにもらえないみたいな感じになってしまいますんで、その点注意してくださいね。それではね、始めていきたいなと思うんですけども、ちょっとね前回紹介した時はね本当にあの何も見せずにねあの解説させていただいたんですけども、やはりねちょっと分かりづらいなと思いまして、今回ねちょっと今回からちょっと表をね作って、まあこれにバッっていう感じで出してね、まあ説明させていただきたいなと思います。でまずね、キャッシュレス消費者還元には対象外のお店と 2% のお店、5% のお店ということで、まあ3種類に分かれているんですよね。今こちらに表に出ている、クレジットカードの還元率っていうところを見ていただきたいんですけれども、PayPay、D 払い、楽天ペイっていうのは、まあもともとね、自社でクレジットカードを出しておりますよね。PayPay だったら Yahoo カード、D 払いだったらドコモカード、楽天ペイだったら楽天カードっていう感じでね。ということなんで、まあこの3社に関しては、その、各該当のねクレジットカードで計算させていただいております。まあというのもね、今三井住友クレジットカードとかで、まあ、キャンペーンをねやっていますよね。まだ 20% キャッシュバックキャンペーンがねまだやっておりますんで、まあそれを混ぜちゃうとね、まあよくあの最終的にわけわかんなくなってきちゃうんで、まあそれだけね頭入れといて、まあこちら見ていただけたらなと思います。で、キャッシュレス消費者還元の対象外のお店では、ナンバーワンはですね、前回は、メルペイだったと思うんですよね。 5% で1がね楽天ペイということで、こちらね、楽天ペイは、1日から2020年の1月1日からまたねキャンペーンを再開して、まあ、どこでも 5% っていうね、還元率を、発表しましたので、まあ、今回ね、楽天ペイが、6% で1位となっております。で楽天ペイのねいいところは、ポイント払いでも、この 5% をね誇ってくるっていうところがねとてもいいところなんですよね。ポイント払いを併用しても、5% ね還元してくれるということで、まあ合計でね 6% っていう感じになっております。次に、消費者還元 2% のお店ですね。今ババッとまあ並んでおりますけども、ここからね政府からの還元率っていう感じで 2% がね入ってくる形となっております。で、2% のところはね、メルペイが1位ということになっております。メルペイの場合は、メルペイスマート払いっていう、ものをね利用することによって、まあ、この 5% がね、還元されるっていうことです。で先ほど1位だったね楽天ペイは、全てのところでまあ 5% に合わせてくるっていう感じで、まあこういう政府からのパーセンテージが入ってくると、まあそれに合わせるっていう感じでね 6% にとどまっております。キャッシュレス消費者還元 2% のお店では、メルペイが、1位となっております。それではね、5% のキャッシュレス消費者還元のところは D 払いが 11.5% ということで、まあ1位になっておりますよね。D 払いが 11.5%、 メルペイが 10% ということで、まあ楽天ペイはね、まあ 6% までね、そんなに上がらないっていうことで、まあまず、このメルペイの場合はね 10% ということで、メルペイはね、結構このメルペイの話をさせていただいて結構何回も言ってると思うんですけども、メルペイの場合は、電子マネー ID が使えるということで、まあこの QR コード決済っていうのは基本的にそれに対応してないとね、まあ使えないわけなんですけども、まあメルペイの場合はね、
ID、電子マネー ID が使えるところであれば、このメルペイっていうものが使えますんで、まあその点ね、強い部分があるのと、メルペイのね、この還元は、本当に1週間以内ぐらいにね、還元率で、まあポイントがね、もらえますんで、まあそういう意味でもね、やはりなんか使っている感じっていうのがね、まあわかりやすくね、すぐもらえるっていうのは結構いいですよね。で、メルペイは、12月のね、まとめ動画でも、お話しさせていただきましたけども、今現在ね、キャンペーンやっております。登録と、登録本人確認、スマート払いね、全部やってないこと、やったことない方は、最大で3500円分のね、ポイントがもらえるっていうキャンペーンもね、やっておりますんで、概要欄にね、URL 貼っておきますんで、もしね、やったことないよって方はね、まあそちらの、動画見ながらね、まあ、設定していただければね、最大3500円分ね、ポイントもらえちゃいますんで、気になる方は、狙ってみてはいかがでしょうか。で、次にね、楽天ペイなんですけども、まあ、楽天ペイは、どこでもまあ 5% っていう形で、まあ、キャンペーンをやってるわけなんですよね。ですので、まあ、この 5% のところだと、本当に、追加は、まあ、入れないっていう感じで、まあ、最大ね、6% っていう感じになっております。ペイペイなんですけども、ペイペイはですね、この 5% の還元率のところは、街角ペイペイっていうね、最大1000円のね、キャッシュバックキャンペーンを、20回に1回の確率でね、まあやっておりますんで、まあそちらね、まあ狙いたいよっていう方は、ペイペイ、まあ利用してもいいと思います。ですがね、まあ20回に1回なんでね、まあなかなか当たるか当たらないかって言ったらね、難しい部分があると思います。いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、ざざっと説明して、分かりづらい部分もあると思いますし、毎月ね、この還元額が、どれがね、1位になっていくかっていうのは、まあ、どんどん変わっていくんですよね。ですので、それをわざわざね、追っかけるかどうかっていうのもね、人によってね、考え方ね、変わると思いますんで、まあ、今ね、自分のスマートフォンにね、ダウンロードしているペイサービスを使っていただくのも、もちろんいいと思いますし、一番お得を狙うぞっつってね、まあ、いろいろ狙っていくのもまあそれはそれで面白いと思いますんで、それもいいんじゃないかなと思います。まあ個人的にはですね、まあ大体還元率が高いね、メルペイはまあ私自身はね結構おすすめなんですよね。まあ私自身使ってて、やっぱり電子マネーがね、これも結構言ってるな電子マネー ID がね使えるところが多いんで、そういう意味ではね、やっぱり使いやすいっていうのがね、まあ断トツにあるかなっていう感じですね。今回の動画では、QR コード決済の1月まとめということでね、まとめさせていただきました。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。